男、92期でばあちゃんと2人で暮らしている。いつものようにザンクショップで働いていたら、ライムなんて頭脳戦って以来聞こえるけど、所詮はただの妄想ゲームだ。まったく、どこがいいんだかわけわかんないよ。俺たちはお仕事ですよ。ライムの連中最近はしゃぐから。相変わらずお前ら似たような格好してんな。双子見て。双子じゃねえから、全員まとめて逮捕だ。寝返しにしてやる。やばい、頭が。レン、ケーブセットだ。お、いいから早く。了解した。レン、無事だったか。どうしてこの部屋にいるのか覚えていない。お前、結構髪伸びたよな。またちょこちょこ自分で切ってんのか。まあね、つか、あんまり本職に見られたくない。うわぁ、びっくりしました。いきなり何だったんです。なんでか確かに不審者。どうか俺を無視してどっか行ってくれますように。マスター、ご無事で何よりで。ただいま。え、泥棒、あんたさ、俺のこと知らねえんだ。俺だよ、あんた。つか、俺の PC 勝手に触んなよ。この度お越しいただき至極誇り。それで楽しいゲームを始めよう。お前、モルヒネなのか。ダメージスネツのばあちゃんをどこにやった。おい、答えろよ。5秒ぐらいで終わる。くっそ。お前ら、やれ。なんでなんだよ。伝説のチームに認められたんだぜ。他のリムなんて目じゃねえよ、モルヒネは。神みたいな存在だからな。それでは、楽しい時間を。コウタ君、なんでここまで来てくれたんだ。そんなの聞くまでもねえだろ。コウタ君、起き上がったアオバはバスルームで着物を洗うコウタ君の背中を見た。背中に赤い花が。コウタ君、俺はお前の中に入る。いやいいの。何が。もう頭取りはできない。ここから先はダッチじゃない。もし辞めるなら今だ。俺はお前に無理しようとする。